はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。 D のんちザワイズです。はい、今回はランマンの第5話について話していきたいと思います。はい、今回残念ながら広瀬涼子さんは、お母さんは亡くなったという感じですからね。多分そうですね。なんかね、あれでしたね。また会おうねって言ってましたね、お母さんね。最後の最後にね、そんな言葉を言えるっていうのはなんかいいですね。という気持ちなんでしょうね。でもわりかしこう、ちょっとこう安らかな感じでしたね。そんな風にね、安らかにこう息を引き取るっていうのは理想ですね。なかなか難しいかなと思いますけど、あと今週のテーマはというか、お題はというか、今週のね、題はあのバイカオーレ、花の名前なんですか、皆さん知ってますか。私全然知りませんでした。バイカオーレ、なかなか今回ね、覚えたとしても見分けられるのかが分かんないね。この万太郎がこの取ってきた花違うって言ったけど、違うようにも見えなかったぐらい分からないですね。皆さんは分かったでしょうか。万太郎くんすごい可愛くて気に入ってたんですけど、もう今週で終わりなんですね。来週はもう成長しちゃってるから、これがね、子供時代のこのつまんなさというか、残念さというかっていうところですよね、この朝ドラのね。いや、万太郎くん可愛かったな。なんか花見るときでも平気で寝そべったりしちゃうね、ああいうのかわいいね。ああいうのできる子いいですよね。大人になってもなんか平気で座ったりとかする人結構いいなって思っちゃうんですよね。自分ちょっとできないタイプなんでね。ああかっこいいなっていうね、思いますよ。はい、でこのね、天狗がディーン・フジオカさんがね、お前はね、こう何がしたい、したいがぜよみたいな、なんか言う、したい、したいがじゃみたいなね、お前は何がしたいがじゃみたいな、合ってんのか分かるよね、問いかけてましたね。もうあんなちっちゃい子から問いかけられて、もうすごい人はみんなあれなんでしょうね。ね、こうその頃にもうあるんでしょうね。わしはこの花の名前が知りたいみたいなね、またそれでそのまま職業になっていくというか、すごいですよね。自分で言ったら何だろう、あの年齢の時何も考えてない。でもおもちゃ屋さんがやりたいとかね、そういう目につくもの全てやりたがっていた感じはありますね。本当にそんな感じでしたね。高校生ぐらいからもう音楽だなみたいな感じでずっと突き進んで来たって感じですかね。あんなちっちゃい頃から何がしたいかとかね、すごいね。はい、そんな感じで来週楽しみにしたいと思います。はい、私 D のんちザワイズは、来週の金曜日にアコースティックなギグがありますね。そしてサトティンの誕生日当日ということもあって、皆さん盛り上がっていきましょう。
ね。そして昨日満月、もう満月はね、体が重い、まだ満月の影響を受けてるね、なんか風がね昨日からすごい強いね、だから街が汚いね、ゴミでね、なんか風のせいなのかわかんないけど、なんかこれは風だなみたいなゴミがありましたけど、どうですか、風が強いってことはね、竜が近くにいるってことですから、皆さん、見つけてください。はい、ね、横殴りの雨がね、こうこれから降ってきそうですが、皆さん気をつけてください。はい、それでは、良い週末を皆さんが、送れますようにと私も日々祈っております。はい、それではまた、バイ。